はい、こんにちは。今回ですね、新企画ということで、旅っぽの社員インタビューというのをやってみようと思います。はい、で、今日は早速なんですけど、新卒で、入った西脇健二君に来てもらいました。はい、よろしくお願いします。はい、ます緊張してますね、顔が。だいぶ緊張してます。はい、でですね、まあ、この企画の背景としては、旅っぽいろいろイベントとかメディアとかやってて、その表向きのサービスは結構理解されてるんですけど、中の人、どういう人働いてるかとか、他どういうこと考えて仕事してるかとか、その辺を聞いていければと思います。健二君、自己紹介お願いします。今年の4月に入社した西脇健二と申します。茨城県に生まれ育って、高校時代は野球やってました。で、京都大学に行くして、で、その中でいろいろと旅をする中で、旅ってやっぱいいなとか、何かこう、日本に帰ってきた後に旅の経験を生かせないかなと思った時に、こう、旅っぽっていうものと出会って、で、旅っぽで、インターンをすることになりました。で、そのままの流れで、今年の4月に旅っぽに入社して、今、営業をやっています。で、営業では、クライアントさんのマーケティングの課題に対して向き合って、こうその課題を解決する支援とかを、行っております。健二君は京大に行ってたってことで、社内ではですね、一番偏差値が高く、あと世界遺産検定の一級も持ってるんですよね。そうですね、はい、世界遺産がすごい好きで、世界遺産を、巡って旅をしてます。はい、じゃあちょっと気になること聞いていくんですけど、まあ、京都大学まで行って、なんで15人ぐらいかな、ベンチャーに新卒で入ろうと思ったのか、あとはなんかそういう意思決定に至った学生時代の経験とかいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、はい、大学入学して、1、2年生の時によく旅をしてました。旅っぽって会社なんですけど、全国に9都市、約400人ぐらいの、学生が、旅を広める活動を、している。まあイベントやったりとか、そうですね、SNS やったりとかですよね、はい、っていうのを聞いて、あ、すごい面白そうだなと思って、そこに、入ったのがまず、大学2年生ぐらいかな。で、そこで、まあ、京都大学なんで、やっぱみんな大手志向なんですよ。僕もその波に飲まれて、こう大手に行くのが勝ち組みたいに思ってたんですけど、ちっちゃい会社だけど、やっぱこんだけ大きな、イベントをいろいろやってたり、すごいなんかこうみんなで一丸となって熱く仕事をしている、高校時代やってた部活の野球部の経験とすごい似てて、あ、すごいこういう働き方もあるんだみたいなのを知って就活を始めたっていう感じですね。なるほどなるほど。で、その僕が就活生の時に、大手イコール安定みたいなのがだんだん崩れ去ってたったりとか、果たして大手に行くことがなんか将来的に安定するんだっけみたいな、醸成されてきたんですよ。兄弟だから大手みたいなって結構安直だなと思って、そこから、ベンチャーにシフトして就活をして、紆余曲折あってたりに入ったって感じです。なるほどなるほど。こんな感じで、あのベンチャーの、まあ、思考にちょっとずつ寄ってったって話だったんですけど、まあ、その中で旅っぽの活動も3年ぐらいしてくれたかな。そうですね。っていう、まあ、その学生インターンとかも含めて3年ぐらいの活動の中で、なんかその辺どういうことやったのかとかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。はい、最近やったこととしては、日本最大級の旅イベントとして、1万人学生を動員するイベントを運営してました。イベントって企画とあと集客っていう大きく2つに分かれるんですけど、僕はその集客面を持っていて、1万人を、イベントに呼ぶにはどういうことをしたら呼べるのかっていうのをすごい考えて、で集客をしていたんです。なるほどなるほど。やっぱ僕も近くで見てるんですけど、あの1万人のイベントの集客は結構ね大変やし、まあ、それこそさっき言ってたそのみんなで一致団結して熱く頑張るみたいなね、なかなかね難しいよね。そうですね。で、まあ、僕らもそんなね大きな会社じゃないんで、広告費ドカンと投入して、それで集客するっていう方法も取れないし、学生スタッフらがやってることとしてはやっぱりその自分たちの大学の友達とかつながってる人たちにできるだけ来てもらうためにどうやってその身近な人をイベントに呼ぶかみたいなところを結構試行錯誤してたなと思うんですけど、はい、なんかその時の、じゃあケンジの個人的なその実績とか、あとはそれをやるためにどう何を意識したかとか、その辺ちょっと教えてもらっていいですか。基本的に毎年1万人動員するんですけど、過去のデータ見たら7割ぐらいがこう個人の友達で、3割ぐらいがウェブから入力してくるものだったので、まあそのやっぱ7割のファイルをどれだけしっかり取れるかってところで、個人の友達を呼ぶ作戦っていうのをひたすらやってました。とはいえやっぱこうイベントに自分の友達を呼ぶってハードル高いというか、スタッフたちがまず第一声声をかけるためにどうしたらいいのかみたいなのをこうひたすら考えてました。まあ、要はなんか友達に自分たちのイベントを自信を持って営業しようと。そうです。っていうのを、組織的にマネジメントしながら、自分も、営業しながら集客を、まあ、草の根的に、まあ、友達経由でコツコツ伸ばしていって、1万人の集客を、まあ、頑張ってやってたと。そうです、みんなにやってほしいって言っても、やっぱなかなかやらないんで、まずはどれだけ自分が、先頭立ってお客さん呼べるかっていうのはすごい意識してて、
あの僕個人で、100人ぐらいっていう姿を見るから、学生スタッフも頑張ろうかってなって、集客をしてくれる。とはいえ、じゃあどうやって声かけたらいいかってわからないから、その声かけのテンプレートを10個ぐらい用意したりとか、あとこうやって返信が来ましたっていう時にこうやって返すみたいな感じとかも全部作って、なるほどなるほど。っていうのを、スタッフに展開して、一緒にこう頑張って1万人埋めようっていう努力をしてました。なるほどなるほど。まあそんな感じで集客をゴリゴリ頑張ってたということで、結構ね、なかなか一人で100人イベントに呼ぶって体験できないことだと思うんですけど、まあそこからの学びとか、あとそれによってどういう力が身についたかとか、なんかその辺をちょっと教えてもらってもいいですか。はい、身についた力としては逆算して考える力ですね。個人的に100人呼ぼうって僕はまあ目標として自分で決めてたんですけど、100人ってもうエースクラスの活躍ってことやってる？もう超エースクラスです、100人は。その100人呼ぶって自分で決めた時に、じゃあ100人に声をかけて100人来てくれるなんて絶対ありえないじゃないですか。ってなると、じゃあ100人声かけるだけじゃ絶対ダメなんだと思って、大体何割ぐらいの人が、予定が空いてて、大体何割ぐらいの人が興味を持ってくれて、大体何割ぐらいの人がチケットを買ってくれるかっていう、その掛け算といいますか、そういうのを、自分で数字として、大体じゃあ予定が空いてる確率は 80% ぐらい、興味を持ってくれる確率は 50% ぐらい、そこからチケット買ってくれるんだったら 90% ぐらい買ってくれる、じゃあ 80%×50%×90% ってことで 36% とかですね。なんで、まあ大体リストとして350とかからまあ400ぐらいの人の名前が必要だなって、僕はそれをブワーって作って、まあ自分の友達とか、あと新規のやつとかもやる。ああ、やります、やります。どんだけ人脈が上がっても250人とか、もう声かける限界みたいなやつね。そうです。から残りの100人どうにかして増やさないといけないと思って、いろいろやってる学生団体が他でやってるイベントとかを調べまくって、そこに顔出して、それで仲良くなって、インプレッションを増やすってやつね。そうです。マーケティングでいうね、募集団をまず増やすとか、っていうのをやってました。で、それがじゃあインプレッションがどうで、CTR がどうで、コンバージョンレートがどうでっていうふうにこう確率から逆算していって数字で計算できるような、まあ、思考を見つけたと。そうですね。で、それがやっぱ今の、仕事でも生きてて、まあいろいろとこうマーケティングの施策としてやっぱ獲得施策っていうのをやりたいっていうクライアントさんもいるんで、じゃあ大体何人ぐらい獲得したいですってなった時に、ああじゃあ大体これだったら興味を持ってくれる人がこんぐらいいて、そのためには声かける人がこれぐらい必要ですねと、すごい自分で逆算して、クライアントの期待に応えられるような成果を立てるかなと。なるほどなるほど。まあ別に多分その学生の時にね、まあ、ウェブマーケティングのことも知らんだろうし、インプレッションかける、CTR かける、CVR かけるみたいな、そういうのはなく、集客するためにはって考えたら、まあ、自然とそういう思考が身について、で気づいたら今の仕事に来ているっぽいなみたいな。そうですね。なるほど。あとは、じゃあ、なんかそういう逆算思考以外にも、そうやりきる力みたいなのも結構大切かなと思うんですけど、なんかその辺とかは自己評価的にはどうですか？やりきる力は誰よりもあるんじゃないかなと、自分はしています。まあ僕もね、結構傍から見てても、ケンジのそのやりきる力というか、は結構すごいなと思うんですけど、なんかそれができる理由とか秘訣とか、普段どういうことを考えてやってるんですか？単純に負けず嫌いなんですよ、僕。で、自分で置いた数字を達成できないこととかがすごい悔しかったんです。普通だったら、そのじゃあ400人のリストに全部声かけました。で、まあ、結果80人でしたとかでも、まあなんかやりきったからいいかってなっちゃうんですけど、その最終目標の100をやっぱどうしてもクリアできないと、100人増やして、100人に合計声かけたって。割とやっぱその目標に対して、まあ、どうしても達成したいっていう欲だったりとか、それがなんか勝ちたいとか、抜きんでたいとか、欲望がやっぱ誰よりも強いので、それはすごい仕事でもなんかうまく回ってるのかなと思います。なるほど。じゃあその目標達成みたいなのが割と自分の原動力で、まあそのためには体力使って手を動かして足を動かして頑張れると泥臭く。そうですね。まあやっぱなんか何が何でもみたいなのがすごいあります。いやー、いいっすね。新卒に一番求められるものを持ってそうな感じがありますね。はい、じゃあ今日はですね、こんな感じでケンジ君の、まあ、学生時代で、まあ次の動画も続編で、お話しするんですけど、ケンジ君に、今実際じゃあ社員としての仕事のこととかについて次の動画では聞いていこうと思います。ということで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。